リナです。メイです。セリです。ピンク、ラテ、T.B. 始まるよ。イエーイ。ということで今日は恋バナをやっていきたいと思います。イエーイ。気になりかけた人、気になりかけた、本当にないんですよ。ということで今日はちょっと笑い声がね気持ち悪い回だったんですけど、あの皆さん、あの最初はちょっと画像の乱れなので本来の位置じゃないので全然気にしないでください。はい、ということで、あの早速恋バナをやっていこうと思うんですけど、あの3人ともちょっとおかしいな、おかしいな、多分これから13年いくんだけど、これからだよね。そうそう、これからはもうみんなもうリア充みたいな感じだから、今これでもこうなるから期待しててって感じで、あの好みのタイプとか、まあ恋してなくてもある程度言える恋バナをしていこうかなって思います。思います。ということでやっていきましょう。せーの、どうぞ。じゃあ最初の質問、簡単なのからいくね。簡単なのから、異性のタイプはやっぱり絶対性格がいいです。性格がいい人で、優しいとか面白いとか、基本的なことができてる人とかが好きです。え、いいね、やっぱそういう基本的なことがね、大事だと思う。みーちゃんはどうですか？私も性格はまずその大前提として、性格はもう絶対悪くないでいただきたいです。わかるわかるわかる。そしてあのできればでいいんですけど、イケメンがいいんで正直ね。何系のイケメン？韓国系。韓国系。芸能人とかで誰みたいな。K-POP アイドル系なら、雰囲気が好きなんですよ。これ本当に欲を言えばなんですけど、あの見た目と性格にギャップがあると私はギャップ萌えで楽しんじゃいます。見た目なんかすごいクールな感じなのに中身子犬みたいなのが。かわいいね。ティナは清潔感があって、常識があって、顔はあの本当になんかイケメンがあまり好きじゃなくて、なんかイケメンがあまり好きじゃないからいけるし、あとはなんか食事をくちゃくちゃ食べる。常識系がない人はもうまず友達以前の問題。わかる。友達にもなりたくないかなって思います。あとは一緒にいて楽しくて落ち着くとです。次行きましょう。次、理想のデートは何でしょう？上だけお揃うとかでディズニーで。ああ、いいよね。お揃はしたいけど、なんか全部やつちょっと気持ち悪いから、上だけとかカチューシャだけとかでディズニー行きたい。あでさ、カチューシャ一緒に被ってくれる人がいる。なんで使わなきゃいけないのってやったら、もう何のために来たんだよ。何のために来たんだよって思っちゃう。本当に。だから一緒につけてくれる人っていいと思う。うん。みーちゃん。私はもう普通に家でゲームしたりする。わかる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 。なんか外があまりあの動くのが好きじゃないんですよね。はい、使われるのが嫌なんですよ。多分その好きな人ならどこ行っても楽しいとは思いますよ。わかるわかる。家でゆっくりしないってまず提案したりしますね、私は。で、私も結構家でゴロゴロあのアニメ見ながらとか、あでもなんか多分くっついてはいたいんですよ。なんかこうくっつきながらあの各々違うことやってて、なんか自分は携帯触ってその人はなんかゲームやってとか、各々違うことやりながら家でまったりしてたい。それでいいかなって。なんか外でなんかデートとか行くのはいいんだけど、なんていうの、なんか遊びに行くのはなんで3割ぐらいでいいの。で、ね、ご飯行くのも 1,2 割でいいの。だから大体半分はお家 であのまったりしてたいなって思います。そんな理想を聞いたところで、そのデートをするね、付き合う人は年上がいいか年下がいいか。絶対年上です。私はなんか年下でも別にいいんですよ。あの欲を言えば本当に年上がいいんですけど、リードしてくれるなら全然年下でいいです。私は年上がいいかな。結構年上がいいってもいいかも。おじいちゃんだからちょっといけちゃいます。何歳までいける？現代界の年齢差だったら80までいける。気がする。なんか違う。なんか本当に見守ってくれるような感じの。はい、確かに。なんか包容力のある男性が好みなので、あの寺島すみさんとか好きなんで。寺島すみさんがタイプなんですよ、私。若手俳優
さんとかのイケメン、苦手だ、苦手って言ったらもうファンで相当バカれちゃうんだけど、寺島すみれさんしか方ずっと言ってて、ぜひ調べててほしいんですけど、あのすごい好きで、昔から決断を決めてて、あの人と結婚したいってずっと思ってて、だから全然年上、今の段階なら80いけるし、年下だとちょっとね、なんかあの自分が上感あると弟みたいになっちゃうから、ちょっとリードしてくれても弟だなってなっちゃう気がする。ゆなが、寺島すみれさんが好きって言ったけど、メイとセリに質問で、芸能人だと誰がタイプ？新田真剣佑さんです。ああ、好き、イケメン、かっこいい。私、昔からずっと好きなのが福士蒼汰さん。ああ、わかる、好きなんだ。わかる、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 わかる。塩顔、塩顔好きなんだ。じゃあ次の質問、したい派かされたい派か。せーの、されたい派。されたい、絶対されたい。うん、流れで付き合いたい。なんかさ、付き合ってくださいみたいなさ、ちょっとさ、苦手だから、やめてってなっちゃうから、付き合ってるよね、うん、みたいな感じ。あ、でも、でもそれでも軽い、軽い感じじゃなくて、ちゃんと、あのそこから一途で続いていくんだけど、なんか、ぼそって付き合おうって感じでもいいし、みたいな。あの、はっきり言われるのが嫌だからって感じ。うん、告白どんな気持ち、計算されたでも LINE はちょっと苦手だね。会って話すか、ゆな、うん、ちゃんみたいになんか自然に、うん、うん、分かる、付き合ってくださいみたいなじゃなくてね、分かる、の方がなんか理想かなって感じです。常に一緒にいていつの間にか付き合ってたみたいな感じよね、分かる。同じくあの付き合ってくださいみたいな、その面と向かって言われるのと、あと LINE もちょっと、でも LINE は LINE でもなんか通話とかならまだ分かる、分かる、うん、でも一番嬉しいのは直接ボソッとくらいが嬉しい、うん、分かる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 。みんな同じ感じで、うん、みんなのも教えてほしい、うん、どういう告白シチュエーション、なんなら今付き合ってるリア充の方もどんな感じに言われたのかなみたいな教えてくれたら、ヒーローの私たちはちょっと噛み締めながら、あのクーってなりながらも参考に、ね、だから参考になるのでぜひ教えてください。結構素で話してたよね、うん、皆さんで、ね、ぜひ声マナとかも含めてみて教えてくれないかなって。え、なんかちょっとリア充の人の話とかすごい聞きたいよね、ひらかましたらね本当にのろけとか聞きたいので、ぜひね、コメント欄たくさんどし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 書いてください。ということで、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。